よー、説のキュウスケです。前回のパートで、ベルがね、反抗期を見せて、どんどん展開を闇の方向へ、ダークの方向に向かっていっております。とりあえず、寝ればいいんかな。わあ！なんか変なやつ。おもちゃの兵隊が、おもちゃのチャチャチャ、チャチャチャ、チャチャチャ、みたいな感じで並んでます。触ってみたら、なんかやばいこと起きそうなんやけど、これ。絶対これ絶対やべえこと起きそうなんやけど、でももう、触る。突っ込んでやるぜ。わあ！キャッ！めちゃ撃てるやん、めちゃ撃てるやん。もう、フルオートレベルでさ、パン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 ってめちゃ撃ってきよったやん。なに？追いかけてくる？じゃあ、終わった。終わるの早っ。これで入ってこられないはず。よかった。あかん。これ入ってくるやつだ。逃げられると思うなよ。そもそもなんで追いかけてきよう。わあ。ああ。てあ。あっす。小さな兵隊さんが10人ご飯を食べに行ったら、1人が喉を詰まらせて、残りは9人。知らんがな、仲良くご飯食べようただけで。ブー。小さな兵隊さんが9人夜更かししたら、1人が寝坊して残りは8人。そんな知らんよ、夜更かしせんかったらいいやん。ベル、どうにかしてくれ。ベル、アンジェ、違う、あれは何々じゃ。ああ、ベル、もうそれいいっちゅうに。もうそれ前回のパートでもやった。もうやあ。小さな兵隊さんが8人デモンを旅したら、1人がそこに住むって言って、残りは7人。別にいいやろ、そいつの好きやろ、好きにすればいいやん。ああ、無理無理。小さな兵隊さんが7人巻き割りしたら、1人が自分をマップ立ちに割って、残りは6人。なんでだよ、ちゃんと扱っとったら自分をマップ立ちすることなんかないだろう、ね、ちゃんと取説読め、斧の取説読め、こうやってはいけませんよみたいなことを書いとっただろう。それやったんだろうが、どうすればいい。いや、ひよこ、ひよこじゃないわ、アヒルでもないわ。アヒルって言いかけたけど、アヒルじゃないわ、コケじゃないわ、ちょっとぼかしてんじゃないわ。6人、蜂の巣をいたずらしたら、1人が8人支えて、残りは5人。自業自得だろう、そりゃ刺激したらそうなるわ。紳士はどうにかしてくれ、ついてくるだけじゃなくてどうにかしてくれ、俺の嫁だろう。あ、よし、あつ、やべ、あかん、あかん、あかん、どうにか、うん、よし、あつ。5人、法律を志したら、1人が大法官府に入って、残りは4年。いいことやないか、認められたって証拠やないか、いいことやん。バース。4人、海に出かけたら、1人が燻製のニシン飲まれて、残りは3人。なんで燻製のニシンが俺らを飲み込む。あ、もうよくわからんけど、よくわからんけど、あ、なんか知らん人形増えとる。人形なんこれ、人形だった、だからなんだって話が。ブエ。小さな兵隊さんが3人、動物園を歩いていたら、大きなクマに抱きしめられて、残りは2人。そんなん動物園側に言えばいいやん、訴えればいいやん、うん、勝てるわ、裁判勝てるわ、そんなん俺に言わねば。2人、日向に座ったら、焼き焦げになって、残りは1人。いや、それ日向じゃないんじゃん、ソーラーパネルの上とかに寝転んだんじゃん。助けてくれ、お前相変わらず過激派になっとる。はあ、いやー、もうこれ、最後にもう全員消えたら、全員消えたらなんか話進むってことを信じてやたるわ。1人、後に残されたら、お？なんなん？自分で首をくくって、そして誰もいなくなった。あ、いけたんかな？いなくなった？のかしら？でも、
何かしら、この滑稽。なんだか覚えがあるような。逃げて、逃げてる。借金取りから？あら、これは、さっきの兵隊さんたちが、落としたのかしら。あ、そんなん落としたからって、俺の気が休まるわけないだろ、お前。はあ、お腹空いたな。はははは、お腹空いたらベルいつも来るな。てか、ベルどうしたその顔。血がついとるぞ、お前。アンジ、食べ物持ってきたよ。ベル、一体どうしたの？別に、何でもないよ。アンジは何も心配しなくていいんだ。でも。だから平気だって言ってるだろ。いいから放っておけよ。反抗期。まだ反抗期しとるやないか、お前。ごめんなさい。あ、いや、こっちこそ。ごめん。二人の仲がどんどん、すれ違って一挙る気がする。さあ、食事の時間だね。楽しいパーティーの始まりです。もうこんな時にまでこんなパーティーせんでもいいけん。あと雰囲気違うぞ。前の2回と雰囲気違うぞ。もうそんなんだったらやらんでもいいやないか。うん。別腹デザートタイム。あの、うん、狼が僕たちを食べに来るって言ってしまったよ、もうすでに。言っちゃったよ。許してください。食べられるのは嫌です。ダーメってことかな。いただきまーす。グロテスク以外の何者でもなかったじゃないか、パーティータイム。病気がどんどん悪くなる。金曜日。凶暴化現象やないか。病気って、ひなみにざわ症候群のことだったんか。え、日暮らしの泣く頃には話だったん？前原圭一みたいな感じになってるやん。世界全てがおかしくなった。いいえ、おかしかったのは、最初から。アンジェ、本当は分かって。な、おかしなことに。知らんし。もう、寝ようかしら。本当じゃ。もう、一晩寝たら、多分いいことが起きると思う。それよりその前に交換やけど。もうさっさと交換して、パンくず与えて寝るから、もう。いや、もうこんなん嫌。早く食べて、早く食べろ。パズル組み立てられたけど、もうそんな状態じゃないよ、今、心身。もう精神状態はね。早く寝て、もう次の日になったら解決してることを祈るよ、もう。寝ましょう。もめん。こんなん、途中で目覚めるわ。こんなことあったら。なんだか眠れないわ。そりゃそうやろ。今日は、みんなどうしちゃったのかしら。お？この音は、何かしら。何か問いとるやん。ベルか？ベルの方から聞こえるような気がするけど。ベレーお前ヤマンバみたいなことやってるやん。ベルンとはナイフを研いでいる。ベル、何やってるの？アンジェ、寝てればいいのに。いいじゃない、少し眠れないのよ。ところでそれ、ナイフの刃よね。まあね、まあねじゃないわ。どうして？この家では何も危険なことはないんだし。あるよ、めっちゃあったよ。つかさっきやって、おもちゃの兵隊に発砲されたやん。めっちゃ銃弾食らわされたやん。そんなことをする必要ないでしょ。答えてよベル。ねえベル、危ないし、そんなの持っちゃダメよ。銃も必要ないでしょ。うん、これは必要なものなんだ。手放すわけにはいかないよ。どうして？この家の中では使う予定ないでしょ。だったら必要でないな、必要でないな、ランベン。どうしても必要なんだよ。反抗期の度超えてるわ。この後銀行を襲撃するんちゃうんか。まさか銀行強盗に行くの？そんなことあるわけないわよね。
でも、そういえば閉じ込められてて分かった時のベル、やけに冷静だったわよね。いつもなら真っ先に駆け出していそうなベルが。いや、それはあれや、ここで一生アンジと暮らしたいがために出れんようにしたっていう、そういう策略かと思ったけど、違うのか。俺の推理間違ってたのか。ついに明日。サタデイ。死ぬ土曜日が来た。朝ね。あれ、誰もいない。なんだか嫌な気分だわ。ベルはどこかしら。ギャンブルのやつは安定のここのポジションなんやな。お前、何回も言うけど本当にマイペースやの。アンジェは話しかけるたびにコインがないことを強調し始める。アンジェもアンジェだよ。パーン。ベル大丈夫かな。ベルおらんで。ベル、ねえベル、どこにいるのよ。なんだか嫌な予感がするのよ、ベル。本当にあいつ銀行強盗に行ったんじゃないだろうな。嘘だと言ってよ、ベル。あ、ん、じゃあ。アンジェ。シンシア、お前どこおったんや。あシンシアがパワーアップしとる。パワーアップしすぎて、お前ポケモンの、掛け坊主みたいな感じになっとるやん、お前。お前、ナイトアットフレディーズに出てきそうな顔になるんじゃないよ、お前。ねえ、アンジェ、私のアンジェ、モンブランみたいにクルクルなアンジェ。あ、いや、うん、クルクルなアンジェじゃないよ。ねえ、本当は分かっているんでしょ。彼はとっくに遠くへ行ってしまったって。どこへ行ったんやねん。ねえ、気づいてるんでしょ。何もかも本当の姿を取り戻しつつあることに。これまでがカイスマの姿だったん。え、いや、パワーアップしてるな。素敵なパーティー。お菓子のパーティー。本当の本当はお菓子のパーティー。もうやめて。あ、私はああ、何が言いたい。マジか、これまでのあの華やかな雰囲気が買い染めだったん。待てよ、ベル出ていたってことは出れるんちゃうん。なんでベルどこから出ていたんや。隠し通路作っておいたんか、あいつ。アンジェに知られぬように隠し通路作っておいたんか、あいつ。くそくそなんてやつだ。ワッフルがある。なんかワッフルがある。ワッフルは、なんかパンくずくれた。飛ばしすぎてパンくずくれたけど、よくわからん。何が、なんでパンくずくれたんや、俺。くぅ、コイルはもうここを出なきゃならないんだ。だから潜伏さ、ここは危険だからね。危険？どういうこと？てか出ていくなら私も連れて行きなさいよ。カズナオクサワードで聞いたのさ、この家に吸血鬼が現れるって。狼じゃなくて吸血鬼？吸血鬼？そうさ、現れる。いや、もうすでにこの家には吸血鬼が住み着いていたのかもしれない。だから お得意さん、君も気をつけな。心当たりある。私の背後を追いかけてくるこの女が吸血鬼っぽい見た目になっているような気がする。気のせいかしら。いいえ、もしかしたら。さて、お得意さん、最後の交換だよ。か、毎度あり。さよならする。え、お前だけどっか行くつもりなん。私も連れて行け、連れて行け。住み着いていた、どういう意味よ。だってここには
私とベルとシンシアたちくらいしか。まさにシンシアがって話じゃないだろうな。なお前、なんでもありやないか。お前なんでもありやないか。ここまで来たらお前ここまで来たらなんでもありになってるぞ。お前こうなってしまって今更パンクス与えたところで何か起こるん。これなんか軽くなったようだって出たけど、これで缶がいっぱいになったわね。いっぱいになった。じゃあこれで何か助けてくれたりするんじゃん。ホタリは嬉しそうにくちばしを開け静かに歌い出した。歌ってない、奏でただけ。何これ、突然歌い出したと思ったら何か始まった。何か始まった。何よくわからんけど今回はこの辺にします。なんかこの鳥がこの運命を、このヤバい運命を断ち切ってくれそうな気がするんです。次回もしかしたら最終回かもしれません。というわけで仕上げ。あのカラスが意味深なことを言っていきました。吸血鬼はすでにこの家に住んでいた。それはどういう意味なのか、もしかして今ので察した人がおるかもしれませんね。次回から真実に迫っていきます。